アイコランです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今ですね、緊急で動画撮っております。っていうのもね、やばいんですよ。次のイベントね、まだだいぶ早いんですけども、告知が来ました。だいぶ早く告知が来るということは、そうです、コラボなんですよ。もうね、噂になってますよ。僕もですね、今日普通にねスマホ見てたらですね、通知でね、ニュースで来ましたよ。何の前触れもなく、いきなりホロライブとのコラボイベント決定ということで、もう早くも告知がニュースになっちゃってるっていうね、もうわけわからないパニック状態になっております。そしてもうすでにね、たくさんの情報がてんこ盛り出てきています。順番に見ていきたいなと思います。まずはプニプニ公式 Twitter、X の方でポストがありました。ホロライブコラボ9月1日より開催決定と。第4弾となる今回はペアがテーマ。本日大空すばるさんと猫又おかゆさんのスバオカペアが浴衣衣装で登場することを発表したよ。コラボに登場するその他のペアは明日以降各ホロライブメンバーの公式 X にて発表するよということで、ホロライブといったらですね、やっぱりペアだよね。まあいろんなねペアが誕生しています。そしてユニットっていうのかな、生放送したり歌を歌ったりありますけども、本当にたくさんのペアがあるんで、これはなかなか予想しにくい。でもね、あれとあれとあれは来るんじゃないか、だいたいね予想ついている方多いかと思います。皆さんの予想もですね、ぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。こちら各ホロライブメンバーの公式 X アカウントにて8月26日から5日間にわたって発表予定と、順番に発表があります。またこれまでのコラボキャラは全員復刻しますと、はっきり書いてあります。これは相当やばい。だって今までコラボ、今回で第4弾なんで、キャラたくさん出てきています。もう復刻祭りというだけでもすごいことですよ。この投稿をリポストした人の中から抽選で2名様に大空すばる浴衣と猫又おかゆ浴衣をプレゼント。まさかこれランク S とかね、 SS ランクってことはないでしょう。プレゼント言うだけあって、やはりランク UZ で来るんじゃないのか、この2台おそらくね、じゃないかなと思います。大空すばるさんなんですけども、浴衣とこのノーマルバージョンもね、おそらくランク違いで来るでしょう。だってさ、動画で出ちゃってるからさ、これはもう来るでしょう。おかゆもまたなんか違う私服バージョンと浴衣バージョン、2パターン来るんじゃないかなと思います。おかゆもすでに登場してるけどね。そしてこの花火のステージでこの踊っている映像、もうワクワクしてしまいます。欲しいね、この2体やっぱり絶対欲しい。そして今回のテーマはペアということで、これはゲームにどう反映してくるんだろうね。このキャラとこのキャラは違うキャラ同士なんだけど、つなげれるとかね、一緒に使うとなんか特別な効果がある、音楽が変わったりとかね、何かそういうことが発動するんじゃないかなと思います。なんか必殺技的な、なんかプニが変化するとかね、いろんなギミックが多分ねあるかと思います。となるとやっぱ欲しくなっちゃうよね。で、大空すばる浴衣なんですけども、まだこれだけではね、必殺技スキルはよくわかりません。なんかこのリンゴ飴を何かで使うのか、どうなんだ。そしてね、猫またおかゆんも浴衣姿かわいいよね。これは刺さりますよ。そして推しのペアを応援しようということで、これはいつものあれだよね。前回もありました、このイベントでプレイして手に入るアイテムホロハートをメンバーに送ると、ここでしか聞けない限定ボイスを聞くことができるよ。送った数によってゲーム内で使えるプロフィールアイコンや育成アイテムも手に入るといういつものあれですよ。これも嬉しいよね、ホロハートね。なかなか結構ねやり込み要素あります。送った数に応じてご褒美ゲットでね、秘伝書だったり必殺 G の秘伝書であったり経験値玉ゲットすることができると。でさらにですね、明日
8月27日火曜日に新ペア発表ということで、このシルエットもうバレバレじゃないですか。船長とこのペコちゃん、まあ、後ほどちょっと詳しくね、そのペアの予想もしていきたいと思いますけども、じゃないですか。で、まあどんなペアが出るかなんですけども、まずもう発表があったスバルさんと岡ゆんのスバオカね、スバオカといったらもう人気ペアなんですけども、まあこれは確定でしょう。さらにランクの高い感じで来るんじゃないかなと思います。そしてですね、こちら明日発表、ペコマリ来るんじゃないの。ペコマリもですね、息がバッチリ合ってて、まあ生放送なんかでねお互いいじり合ったりしてるわけなんですけども、宇佐田ペコちゃん、そして宝生マリン、妖怪ウォッチプニプニでもですね、マリン船長とペコちゃんって言ったら大人気で、キャラとしてもね非常に強いランク UG とトリプルゼータあります。水着バージョン、そして今回全てのキャラ復刻ということなんでやばいです。船長の水着バージョン、そしてペコちゃんの水着バージョン復刻ということで、まあこれは持っている人でもですね限界突破目指して回しちゃうんじゃないかなと思います。獅子綿、これも来るんじゃないの。獅子のボタンさんとね角巻渡部さんのユニットなんですけども、こちらも人気のペアだよね本当にこの絡みはね実に面白いということで、獅子綿来るんじゃないの、これも欲しいね。ふぶみこも来るんじゃない、この辺り。もうね、でも本当ホロライブのペアってたくさんありすぎてもう予想がねつきません。でもふぶみこは来るんじゃない。白上ふぶき、ふぶきサイバーランク UZ 来てます。そしてランク Z のさくらみこアイドル、この辺りペアにしてね、ふぶみこ来るんじゃないの。両方欲しいよね。で、今までのキャラが全て復刻するということで、まあ今まで前回ホロライブコラボ第3弾ありました。第3弾はですね、星町水星さん、スイちゃんがですねフィーチャーされていました。まあスイちゃんはね日本武道館でライブを開催することを目標としている。また同じ事務所で同じくバーチャルアイドルのトアさんとミナとアクアの3人合わせてスターテンドと呼ばれる、まあ今回ペアなんで、まあこのスイちゃんとねこのトアさんのねペアも来るんじゃないかなと思ってます。で、ホロライブコラボ第1弾はですね2022年の8月にありました。この時16体だよね。さくら、みこち、そしてふぶさん、おかゆん、そしてコロさん。コロさんもさ、今回どこのペアで来るんだろうね。そしてペコちゃん、マリン船長、ワタメン、ボタンさんということで、このホロライブとのコラボといったらホロメンによる生放送もね恒例となっています。なので今回も生放送あるでしょう。今回やばいよ、ペアで多分ね生放送あるんで相当盛り上がる、マジでやばいです。ホロライブコラボ第1弾の時にはアイドルバージョンとランク違いの通常バージョンで来ました。まあこの時はですね、まあ最高レアリティトリプルゼータだったわけなんですけども、それでもね今でもさ、ペコちゃんのトリプルゼータだったりコロさんのトリプルゼータ普通に使えるからね。なのでコラボキャラってやっぱり強いんですよ。でですね、この時はニュースにもなりました。妖怪ウォッチプニプニホロライブコラボ開始1週間で前月の収益の 1.8 倍以上を記録ということでどうなってんだっていう話だよね。さまざまなデータ分析環境を提供しているセンサータワーによれば、レベル5のスマートフォン向けアプリ妖怪ウォッチプニプニで実施されているホロライブコラボイベントがですね、同作の収益に貢献しているという。イベントが始まった2022年8月1日からの1週間で7月の月間収益の 1.8 倍以上を記録しており、コラボ開始前と開始後の1週間の1日の平均収益を比較すると約10倍に伸びたということで、そりゃやるぜ、第2弾第3弾第4弾やるぜ。ホロライブコラボ第2弾、2023年の9月にありました。白上吹雪、犬神コロネ、ペコちゃん、マリン船長の4人はホロライブサマー2023でお披露目された新水着衣装で登場と。
もうこれも反則ですよ。見すぎってもう破壊力抜群だよね。そして配信スケジュールでスバルさんとコロさん、あ、このペアもあるか。でフブさんね、マリン船長と生配信ありました。でこの時は妖怪大辞典の追加が9体ということで、水着バージョンとあとあやめさん、スバルさん、トワさん、クロエさん、ミオさんがですねアイドルバージョンとして登場してきました。なのでこのペアもあるのか。で気になるイベント形式なんですけども、イベントデータベース確認していきましょう。これを見るとですね、まあ確かにコラボといったらおはじき率最近だとほぼ 100% なので、次はおはじきの可能性が高そうだ。ただですね、過去にはですねコラボでプニットショットっていうのもあります。なのでまあでもついこの間テンスラとのコラボでおはじきやったばっかだからな。なのでプニットショットの可能性もあると。もしかしたら意表をついてですね、ニャントスコーラで攻めてくる、ちょっと強気な姿勢もねないことはないよね。武道会で攻めてくる、まあないことはないけど、やっぱりここは手堅くおはじきもしくはプニットショットあたりで来るんじゃないかなと思います。さあ皆さんの予想はですねどうなんでしょうかね。ペア、そしてイベント形式、そのあたりコメント欄で教えてくれたら面白いかなと思います。またねちょっと追加情報をね毎日小出しに来るっていうことなんで、まあいろいろね、いろんな角度からちょっと動画作っていこうかなと思います。